クアイティオもしくはクイティアオはタイ料理の一種である。米から作られた麺を意味する言葉であるが、同時にそれを用いた麺料理そのものも意味する。名称は長州語のジョーがなまったものである。クアイティオナームタイにおいて、クアイティオは屋台や食堂、デパートのフードコートなどで広く提供されている。日本ではタイ料理店の一部で食べることができる。もともとは、 長州系華人がもたらした長州料理であり、漢字では、上と表記する。現在では、民族的な出自には関係なく、大国内で広く、一般に食されている。麺はその幅により幅の太い千哀、細い千で極細の千味に分けられる。大国内においては、千哀と千哀は通常生麺で、千味は、乾麺として流通しているが、国外においては、 基本的にすべて乾麺として流通している。代表的な調理法としては、スープの有無により汁麺のクワイティオナームと、スープなしの混ぜ麺である、クワイティオヘーンに分けられる。どちらも、屋台や食堂、デパートのフードコートなどで広く提供されている。一食の量は、日本のラーメン等と比較して少なめで、軽めの食事や間食に、ちょうど良い量である。クワイティオセン伝はパッタイ。 クアイティオセミアイは、ラオス風のカオソウイにも用いられる。クアイティオナームのスープは、鶏ガラなどで取った出汁に薄く、塩味がついたもので、タイ人はさらにテーブルの上に用意されたナンプラー、砂糖、粉唐辛子、唐辛子の酢漬けを使い、自分で味を調節して、食べるのが普通である。食べる人は食べたい量を事前に注文し、給仕する側はそれを一度に提供する。 食べる人は食べ終わった器をスープを一つの器にまとめながら重ね上げつつ食べる。タイ料理は一般にスプーンとフォークを使って食事をとるが、このクアイティオナーム及び小麦粉麺のバミーナームは箸を使って食べる例外がある。ただし箸を使うのが苦手なタイ人はスプーンとフォークを使って食べている。ありがとうございます。